皆様お疲れ様です。小田急タイムです。仲見世通りは浅草寺参道にある商店街、250メートルにおよそ90の店舗が存在します。江戸時代に形成された日本で最も古い商店街の一つ。こちらは1892年頃の仲見世通り。1910年頃の仲見世。この時代、お店は赤レンガ造りです。1911年頃、日傘を差している女性が多く見られます。1923年、関東大震災で赤レンガ造りだった仲見世は壊滅。こちらは1928年頃、1925年に鉄筋コンクリート造りの商店街に生まれ変わりました。このように美しくなった仲見世通り、1932年頃、1945年の空襲で建物内部は焼失。しかし大正末期の外観は失われず復興しました。こちら右側に五重塔が見えます。現在は左側、空襲で焼失、1973年場所を変えて再建されました。そして1967年頃の仲見世通り、季節は夏のようです。こちらは1910年代大正時代と思われる仲見世の映像。カラー化してみました。1934年頃、
ちなみにこの写真、右下に鶏が写っていました。